アエロアエマイナス45ポーランド航空博物館のアエマイナス145救急搬送機アエロアエマイナス45は第二次世界大戦後にチェコスロバキアのアエロ社で製造された総発レシプロエンジンの民間多用機である。本機は戦後初めてチェコスロバキアで製造された航空機で非常な成功作であり、製造された590機のうちの多くが輸出された。 アイマイナス45の開発は1946年に始まり、設計技師のイヤーブジーク、オンドレイネモック、フランティシェック・ビックラにより完成された。試作機は1947年7月21日に、登録記号 OK セディエの試作2号機は1年後に初飛行した。飛行テストは事故もなく進み、1948年に量産が始まった。 45という形式番号は、戦前のアイロ社の命名規則に則っ,ってはおらず、この機体が4、5座席であることに由来していた。I-45 の試作機は海外にも広く、宣伝され、1949年8月に、登録記号 OKDCL、OK、の機体が、英国でも用されたノートングリフィスレースで優勝した。I-45 はいくつかの世界記録も樹立し、 その結果を受けて、東側諸国とは別に、イタリアやスイスでも購入された。1958年8月10日から11日に、イタリアの A-45 が、南アメリカからダカールまで、南大西洋横断の 3000km を消破した。1981年には、4スベンセンが A-45S で、ヨーロッパからアメリカ合衆国まで飛行した。 アイマイナス45は、チェコスロバキアで使用され、中華人民共和国、東ドイツ、ハンガリー、イタリア、ポーランド、ルーマニア、ソビエト連邦やスイスに輸出された。中でもハンガリーは主要なユーザーであり、アイマイナス45は、コックサグの名で知られた。レッドエアロアイ145エアロアイ145。ありがとうございます。